はい、人、物、金をテキサスへのループです。今回は私の尊敬する中野塾長と一緒に番組を撮らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は今回私ですね、アメブロ卒業宣言をしたいと思います。私は中野塾長から言われて、2018年1月28日から毎日ですね、アメブロに投稿してまして、もうすでに1084日間投稿してるんですよ。で、最近ですね、最近というか昨日なんですけども、過去のこう自分のブログを見てましたらですね、なんと11月から私のブログがちょこちょこ削除されてることに気がついたんですよね。すごいね。なんと11月に5件、12月は12件、で今年に入って3件、計20件、私の20日間を返せというような感じですね。で、何を削除されたかって見てみますと、この今年に入ってからの削除された3件はですね、まず1件は、1月6日に私、ジョージア州の投票について話しているんですよ。まあ、それが削除されて、2件目が2日後の1月8日に、トランプの切り札というテーマで、これがまた削除されてましたね。で、3本目が1月10日で、これが嵐の前に静けさ。すべてトランプ大統領に関わる投稿が削除されてるんです。もう作為的ですね。ひどくないですか。私ね、本当にこうちょっとなんていうのかな、もういいんじゃないかと思ってですね、うんうんうん、でそもそもアメブロを進めてくれた塾長にもうアメブロをやめますと、でこれからは YouTube 一本でやりますとですね、というところをねお話して、で YouTube も私塾長のおかげでなんと今ですね、1万3500人ぐらいもうトップ YouTuber で、まもなくチャンネル登録者がいてくださってるので1万超えですもんね。はい、もう本当にありがとうございます。いや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 、すごいですね、1万3000ということで、1085回をもって私の、アメブロの方は終わらせていただきますということです。よく頑張りましたよね。ありがとうございます。いや、もう継続のループでございますので、まあ、私もこの継続力はですね、もう本当に尊敬していて、これほどですね、熟成の中で1800何十日、1085人、いやもう本当私の教え子ももう1000人以上いますが、多分500回以上はまあ他にもいるんだけど、1000超えて1800超えて、しかもね、時の流れでもう違うということでスパッとやめて YouTube で、 YouTube に私も紹介したんですが、3回紹介しただけでなんと1万3000人というですね、もうトップ YouTuber 仲間入りでございますので、ぜひこれから皆さん、リュークさんよろしくお願いいたします。はい、ということで、皆さんお世話になりました。ありがとうございます。今後とも YouTube の方でよろしくお願いします。